はい、まずねバックカメラここにつけました。もうねもう安定の両面テープ、そしてタイラップ、ついた。はい、今後ろの映像出ておりますね。なんか濡れてるじゃないですか。ガソリンそんな入れてないんで。あ、ちょっと待って。え、嘘でしょ、嘘やろ、嘘、嘘。ちょっと待って、見てた。やば。え、ガソリンタンク穴開いてます。え、マジで。いや、なんかガソリンくせえなと思ったんですよ。うわ、とんでもないもん買っちまいましたね、これ。どうも、チャンネル隊長の隊長です。こちら終わりました。前回のね動画をご覧いただけた方は皆さん完全お察し状態だと思うんですけれどもね、動かなくなってしまいましたね。堀潤先輩と一緒にねちょっとツーリング行こうやみたいな感じで堀潤先輩の家に向かっている途中だったんですけどね、結局先輩と合流できずにこちらのバギーが終了してしまいましてですね、まあああいう風になったわけなんでございますけれども、ああやっぱキャブかなとかね、推理してたんですけど、もうそれを全てのその推理をもう吹っ飛ばすねでいいことが前回の動画の最後に現れたんですけど、はい、ガソリンタンクに穴が開きました。はい、最悪だよねこれ。多分元から多分かなり腐食してたんでしょうね。はい、でまあこう車乗せてとどめいっちゃったんかな。ただの鉄の塊となってしまったわけなんですけどね。まあガソリンタンクはねまあもちろん買えるんですけども、であとなんかセルもおかしいし、ね、こうセルもなんかガリガリガリってこうやって言うじゃないですか。なんかあれもやっぱおかしいっすよね。だからもう全部おかしいよね。もう早い話全部おかしいです。まあ実はですねもういろいろ意識変えようかなと思って前もって実は注文してて、頼んでたものがもう一気に届いたのでもう全部変えてやろうかなと思います。こちらでございます。はい、ガソリンフィルター、ガソリンのホース、そしてね超怪しいパワーフィルターね、パワーフィルターっていうかなんかもうくるくる回るやつ、あれもちょっとやばいと思ったのでもう北子のちょっといいやつ買っちゃいしまいましたね。車外のセルでございます。はい、ちょっとね耐久度とかどんなもんか全然わかんないですけど、もう絶対今ついてるやつよりかいいはずなのでもう間違いないですね。はい、キャブレターですね。はい、もう新品です。新品のキャブです。はい、そしてこれがガソリンタンクでございます。今ついてるものとほぼ変わんないです。ほぼ一緒みたいですね。はい、というわけでこいつらです。まあ、エンジンより上の部分、まあほぼ重要パーツは全部変えちゃう。はい、というわけでカウル外していきます。これがね例のガソリンタンクです。こうパッと見わかんないんだけど、こうちょっと、あ、ほらほら見えた今。あ、ほら今出てきた。やっぱねここの隙間からね穴開いてんだよ。やばくない？はい、でこれで今ねちょっと今ガソリンの供給止めてます。このね、なんかアルミテープもね、貼ってあるんですよ、これ。なんかもしかしたら、まあありえんと思うんだけど、なんかどっかこう腐食して、なんかやばいなと思って、貼って対応したのかな。普通貼んないっすもんね、こんなの。アルミテープ。わかんない、貼るのかな？ね、なんか怪しいアルミテープもついてるし。Why?
し、すげえ、全面一体型、これ切っちゃおうかな、ここ、ここ切ります、もう切ります、ここ切っちゃってパカッて外すようにしますね。ここいらないもん、これね。元から外れるわ、切っちゃった。何これ、なんか、なんか剥がれ、なんか剥がれてる、なんかいろいろ剥がれてきた、これ。あー、こんだけなってる、大丈夫。おっと、ちょっと待って待って待って、おっと、これ明らかになんか絶対効かんようなやつで補修した跡がありますね、これ。嘘でしょ、いやマジか、嘘、おかしくないこれ。ちょっとちょっと、これさ、ほら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 、なんかコーキングで直した跡あるよ、これタンク。いやいや、買い直せって、こんなんやるならさ。いやマジか、いやこれはびっくりだ。いやこんなん絶対さ、ガソリンついたら溶けるよね、怖っ。チャンネル隊長、だいたい毎日夜8時から公開、みんな見てくれよな。ちょっと待って、これ、いやもうダメ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 、こんなん絶対ダメだって。なんか頑張ってボンドとかでさ、なんか直してる跡あるけど、これ絶対アウトでしょ。いや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 、まずいってこれ、怖すぎ。もう怖くて捨てたくなってきた、これ怖くすぎてね、ちょっと捨てたくなってきましたけども、はい。で、まあとりあえずもうタンクを変えるので、はい、あの皆さん絶対やっちゃダメですよ。あのガソリンタンクをあんなあのコーキングで直すのは絶対無理ですからね。あのガソリンの成分で溶けてもうずっとね固まんないんで、ああいうのって、はい、やめましょうね、はい。怖っ怖っ、はい、もうあのガソリンまだね入れたばっかだったんですけどね、もうこんなんガソリンもう怖くて使えないので、もうこれはちょっとあのガソリンスタンドを持ってて処分してもらおうと思います、はい。いやこれガソリンキャップの意味ある、これありえんでしょこれ。あーなるほどね、これはやばいでしょこれ。はぁ、ガソリンがもう黒いもんね、これ炭みたいな色になってるもん、これ。とんでもない車両を買ったぞ、おい。よし、やば、腐食ってレベルじゃないぞこれ。うわ、皆さんご覧ください、このね抜いたガソリンを抜いたこのタンクの中をねちょっと軽く拭いてみたんですけど、見てこの色だよ、やばいよ、もう完全にここのコーキングが溶けて一緒になんか混ざってる感じですよね。しかもこれ見て、めちゃめちゃゴミ入ってんのよこれ。ボンドカスっすね、ボンドカスついてます。拭うとさ、もうほらこういうさカスとか入ってんの。いやそりゃさ、ガソリンフィルターも黒くなるよね。いや、やばいよこれ、みんなマジ注意しやねって買うとき、ほんとどうせ多分これからまたいろいろここでなんか取っていろいろ作業する羽目になると思うので、ちょっと切ります。どうしよう、もうやることがいっぱいすぎて、もう次何やればいいのか分かんないどうしよう、一旦休憩しよう、一旦休憩しよう。ちょっとあまりにも、あまりにもちょっとイベントが多すぎて僕の頭が今ちょっとついてきてないですね。はい、タブが取れました。これもね、もういらない、いらない、これもいらない、はい、取れました。もうこの子はお役目終了ですね、ありがとうございました。はい、お次はですね、このセルちゃんを外します。で、いでよ古いセル、取れた。はい、古いセルと新しいセルでございます。
はい、形はね、やっぱ同じですね。よし、OK、よし、OK、しまった。お次はですね、北子のエアフィルターでございます。もう見て、ちゃんとフィルターしてる。 OK、 あーいいね、サイズもちょうどいい、ちょうどいいところにある。よし、 OK、 おーかっこいい。はい、お次はね、新しいガソリンタンクをつけます。大丈夫かな、ぴったりです。いいですね。じゃあガソリンタンクつけていきます。とりあえず入った臭いですね。入ってないですね。よし、OK、あ、これリザーブついてねえな。今気づいたんですけど、新しいタンクリザーブついてないっすわ。まあいっか。はい、またしてもトラブルでございます。これね、セルが回んねえ回んねえと思ってずっと失格してたんですけど、これ見てください、このジェネレーターのこのね、大きいこのこのね、歯車からですね、外れちゃっておりますね、これ。これね、完全外れちゃっておって、ちょっとこの状態でちょっとセル入れますよ。ほら、セルはね、動いてるんですよ。だけどここがもう外れて突っかえちゃってるんで、回んないという、そういうわけでございます。やられたぜ。はい、どうも隊長です。あの後ね、何やってもセルが回んなくて、もうどうしようと思ってね、もうあのさっき撮った動画からすでに1時間ほど経っております。もうラチが開かなくてですね、今あのバッテリーをですね、今充電器につなげてみたんですよ。そしたらですね、 9.4V まで落ちました。 9.4 はエンジンかかんないっすよね。セルも回すのかったっけ、無理ですよね、 12V なんで。というわけでバッテリーが上がっておりました。ありがとうございました。バッテリーを充電して1日経ちましたね。もうこれでつくでしょう。はい、もうこれでかかんなかったらもう僕もバリー YouTuber 引退ですよ。というわけでね、もう状態もね、一応綺麗に戻しました。はい、大丈夫だね。はい、じゃあちょっと行きます。はい、まずセルのスイッチオン。はい、行きます。セルは回りました。ちょっと弱いですね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっと待って。ハイドルスクリュー。あのネジのところですね。あれまだ触ってないんですね。はい。そこちょっと締めてあげれば動くんじゃないかな。どうだこれで。もうちょっとですね。正直まだ安定はしてないですけど、もう前はもう完全に落ちてたりね、もっと弱々しい音だったじゃないですか。もうセルもね、すごいいい音じゃないですかこれ。
めちゃめちゃいい音するね、これ。セグラ変えた方がいいね、これ。変な音したらね。まあエンジンもかなりね、なんかすごい快調かって言われたら正直ちょっと分かんないですけど、かなり音はね、力強くなりましたね。いや、これはね、やっぱね、キャブでしたね。はい、ありがとうございましたね。はい、まあでもね、正直言うと、皆さんガソリンタンクね、見られましたよね。もう、下墨汁だったんですよ。で、あんなんでずっと折ったとこなんで、しかもあんな多分穴、あの感じで見ると多分ね、結構小さい穴が開いてて、多分ちょっと外で、ね、雨の中走ってたか分かんないですけども、やっぱ水とかもやっぱかなり入ってると思うし、もう多分クソみたいな、本当にどうしようもね、ガソリンタンクでずっといた子なんで、ちょっとね、やっぱりそのうちエンジン買うかな。うん、まあ今のエンジンの音聞いた感じだとね、まだまだ戦えそうなんでね、はい、もうこれからもちょっといろいろやっていきたいなと思います。はい、それではね、また他の動画でお会いしましょう。お忘れに。Thank you.